小達也を共嘆させたブレインダイブマジシャン新しけいしが読み取れないのは女心。プロマジシャン新し啓示、新し啓示が4日、フジテレビ系ノンストップ。月金曜午前9時50分に生出演し、ブレインダイブと呼ばれるオリジナルマジックを披露した。脳に潜り込み、考えていることを読み取るマジック。司会のバナナマンシタラオサムや、 スノーマン・深沢達也が、数字やトランプのカードを当てられ、大久保佳よ子は初恋の相手の名前をブレインダイブされた。したらは、嘘だろ怖い。凄す,すぎて。どっかの国に狙われるんじゃないか、と共嘆していた。しかしアラコは、ブレインダイブできないものに、女心をあげ、食べたいもの二択でお寿司かお肉で、お寿司でしょ、って言ったら肉です、って言われたり、と笑わせた。